はい、始めていきます。皆さんこんばんは。なんだっけ、あ、そうだ、水曜のダンス配信だ。始めていきます。ちょっと待ってください。タイトルがリクエストで、リクエストで踊りますいいか、リクエストで踊ります。はい、ちょっと待ってね、今タイトルつけてます。Dance with request、 Dance with request。 みんなこんばんは。ハローハロー、ごめんなさい遅れちゃった。あの YouTube が伸びちゃってね、こっち30分ぐらい遅れた。 Dance with request、 ほい、でこれを固定にする。 OK、 できた。みんなこんばんは、夜遅くに見に来てくれてありがとうね。うん、あざまる、あざまる水産で。もうなんかすげえ照明がメルヘンな感じになってるここはい、初めて声聞いた人もいんのかな。最近新しいフォロワーさんが多くてね、嬉しい、見に来てくれてありがとう。これはね、毎週水曜日あのやってる、なんだっけなんだっけ、あ、そうだ、みんなからリクエストもらってそれで踊るっていう感じの回なんで、ぜひリクエストください。ちょっとこっちはね、俺がやりたい曲をやるっていう感じの回になってるんですけど、この前に今1時間半ぐらいやったのかな、YouTube の方でも配信してて、そっちはね時間制限がないから一応全員のリクエストを答えてて、こっちはまあ1時間っていう制限の中でやるんで、まあ俺がやりたい曲やるって感じです。です、はい、じゃあ始めていこう。ちゃんみな最高すぎる。あー、ちゃんみないいね。エンジェルは知らないなどんな曲だっけ。あ、ちなみにたまに著作権のやつで配信落ちるから、そこはちょっとごめんなさい。そうなった。ちゃんみな見えないのか。そう、パソコンいじってるからね。パソコンいじってるのを見せたいな。なんか俺がずっと画面見てないで喋ってるみたいな、冷たいやつに思われそうわざと見せる。ちゃんみのね、エンジェル、エンジェルって新曲なの。ちゃんみのね、ボイスメモがめっちゃ好きだった。あと Never Grow Up。 こんばんは。マジか、50、60人近くいんのか、怖っ、怖ってなんだ。じゃあちゃんみの踊るね、エンジェル初聞きです。じゃ、行きまーしょ、行きましょう、行きましょう。ただいま。広告です。え、今日何の日だっけ。今日何の日だっけ。ここで見えるのかな、ここか。 OK、 立ち位置確認 OK。 PV 前置き長い、流れるかな。Thank you.
い曲。これ誰だダンサー。ありがとうございます。 A 曲、 A 曲やん。ちゃんみな初めて聞いた。リクエスト何するかいろいろ考えて、もう一回、もう一回まさかのみんなこんばんは。ちょっとね、これここにラグがあるんだけど、めっちゃ触りづらい。ジャーネバーグローアップちゃんみの踊っちゃったよ。ジャーネバーグローアップ、本田さんのライブ初めて聞いた。ありがとう、やってんね、投稿なんて楽しく、嬉しい。まあなんかふざけたりしてるのが多いからね、楽しくやってんの。どっちも見てくれたら嬉しいね。はいはいはい、そんな感じね。オッケーオッケー、ありがとう。ちゃんみな最高でした。途中で送信落ちづらネバーグローアップ戻りたいね。ちょっと一回だけ違う曲挟んでいい？で、またネバーグローアップ踊るわ。ペンタゴンの社員知らない。ペンタゴン、ペンタゴンの社員踊ります。2年前の曲だってさ、みんな知ってんの？チュコバラベーとかでベラバラベラベラベー。はい、ありがとう。ナナヌヌヌナナダンスって何うわ、いっぱいハートマーク、みんなありがとう。 Thank you everybody。 あっつい。よし、今体力あるからね、ちょっと連続で踊っちゃおう。後半から多分あんま踊んなくなるから、疲れて、まあもう疲れてんだけど。なんかちゃんみのネバーグローアップさ、アコースティックバージョンなんてあるんだけど、気になる。やっちゃう？そっち。ね、みんなハート押して、やってほしかったら。いいね、いいね、いいね。やろう。俺がやりたいだけ。どんな曲だろう？あ、違う、どんなバージョンなんだろう、アコースティックって。
サンミナネバーグローアップです。アコースティックバージョン。あ、お素敵な曲。何かは話せばいい。長い長い Our story の最後になりそうだね。ありがとう愛してた。何が愛か知らない。だから二人で愛を作ったんだ。これでいいのかなんて私に聞かないでよ。ありがとうございます。食虫植物いいよね。どういう意味だいやめっちゃいい曲だったね本当に。 ありがとうございます。いや今のはいい曲だった本当に。アコースティック版も悪くない。昔ねあの TikTok であの上半身で振りやるみたいなやつで、やるみたいなやつっていうかそういうあの振りを作ったんだけど、だからそっから聞くようになっててねすごい好き。いつでもいいよリクエスト。そんな重く捉えなくて、全然皆さんあの何でもいいんで何でもかかった声です。あでもインスタグラムは俺がやりたい曲しかやらないんで、なんで何でもかかってきても多分俺が受け流すかもしれないけどね。はっちみんなありがとうね。これ毎週水曜日やってるんですよ。
あ、なんか質問とかあったら全然書いちゃっていいよ。リクエスト曲だけじゃなくてもね。あ、リクエスト何にするかいろいろ考えてもう一回。ちょっと読み返すのにちょっと時間かかる。何？マイカ N さんのダンスウェブズミー。どんな曲だっけ？知らないな。調べてメール。調べてメール。マイカ N。マイカ N さんのダンスウェブズミー。これかな。どうしよう、めっちゃ好きな曲じゃなかったら。踊ってみるか。東京っぽい曲だね。じゃあ行きます。マイカエロのダンスウィズミーです。若そうこの子。ありがとうございます。新生、初めて聞いたこの曲。ありがとうございます。あれ、すずねちゃん寝る？おやすみ。よかったらアーカイブ見てね。はい。あ、顎かゆい。あ、そうそう、ありがとう愛さん。毎週水曜日9時よりね、 YouTube ライブやってるんで、ぜひ YouTube の方もチャンネル登録して見に来てください。はい。まあ、その後にいつもこっちやってるって感じ。うん。で、今このカメラとこっちにね、一眼カメラをセットしてんだけど、めっちゃ画質いいのね。それをいつもアーカイブで載せてるから、まあ、見逃した方とか、なんか気になる曲とかあったら、ぜひアーカイブで見てください。YouTube もあるんで。英語は少しできます。あれロベ。Speak English。いつも踊り見て元気もらって。ありがとう。嬉しいよ。あ、汗がやばいんだよ。 BTS がいい。 BTS 踊っちゃう。 BTS のどれ。ウォーオーオーウォーオ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 ー。 BTS さ、今歌った曲なんていう曲名だっけ。ウォーオーオー。アイドルか。アイドルとステイゴールド、めっちゃ好き。Stay gold ってやつ。ドゥ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 。あ、忘れてた。そうだ、首掛けの扇風機使えばいい。ちょっと待ってね。
ちゃ忘れてた。俺には最強なこれがあったんだ。やばいやばい、あ、涼しい。ちゃっかり見てたんだね。ありがとう、こっちも見に来てくれて。で、何やればいい？BTS？ BTS の俺の好きな曲やっていい？あのね、ダイナマイト聞いたことないんだよね。なんか結構ハッピーの曲だよね。踊れるか心配なんだけど。ミルセンになっていいよ、全然ミルセンで嬉しいよ。スミレちゃん分かってるよ、俺のレッスン来てたからね。一回で覚えるよ、そりゃ。じゃあ BTS やっちゃおうか、新曲で。聞いたことないけど、すげえ、一日前なんだ。よし、踊ろう。あっつ、MV 流せばいいのかな。あっちー、汗やべえな。だね、今回もなんかでもハッピーな曲なんですね、今回は。結構攻めてるイメージあったけど。ありがとう。あ、ウーバー来ちゃって。次レッスン行けた時ぜひ一緒に、いいよ、一緒に踊ろう。バンタンみんな好きなんだね、やっぱり。あっずーけむが出てきた、シュールな感じのダンスが好きだ。ありがとう。シュールな男児のダンスは、動画でしか撮ってないね。こういう時はね、あのね、ちゃんと踊っちゃうんだよね。だから、まあ、シュールなダンスもどっちもやる人なんで、よかったら
どっちも見てください。うん、まあ、本業っていうか、もともとはこうやってちゃんと踊ってやってた人です。なんか去年、一昨年、1年半前ぐらいかに、あ、扇風機だ、あー、タオル TikTok 始めてからああいうシュールな踊りをするようになりました。うん、まあなんか今までね、ああいうシュールな踊りしたくても表現する場がなかったんだけど、 TikTok はやっていい場所っていう風に自分の中で決めてやりだしたら結構ね、いろいろ生まれてます。なんでこれからもリールとかね、たくさん見てね、よろしく、ありがとう。見る線なんだ、いいよいいよ。はい、じゃあ次なんかリクエストやろうか。あ、ちなみに多分最近俺のことフォローしてくれた人多いと思うんだけど、まあ多くはないか、でもまあフォローしてくれた人いると思うんだけど、全員一回はアカウント見に行ってるんで、ちゃんとフォローしてくれた人は、まあフォローはちょっとしてないんだけどフォローはしてないんだけど、どんな人が俺のことフォローしてくれてるんだろうっていうので、いつも見には行ってるんで、まあ、なんとなく見たことあるっていう人も多分いると思います。うん、お、ありがとう、リクエスト。なめたつま、バッツマンテージ。どういう曲だ？踊ってみるか。ね、今日何時まで？今日12時までやろうかな。うん。まあ、1時間いかないぐらいでやめちゃおうかな。うん。OK？ じゃあ、バッツモンテージだから、ちょっと読み方わかんないんですけど、やります。僕の友達なんで、友達ユーズ始めました。いや、普通に多分ね、なんかあの曲かなーって感じがあるんで、ちょっとやりたいと思ったんでやります。 OK？ どうしよう、全然違う曲だったらなーね、いやでも違う曲っぽいな。はいはいはい、じゃあ踊るわ。熱っ、ちょっとお茶飲んでいい？お茶飲んでいい？飲んでいい？飲んじゃう。むーちゃんどうしたの？おいで、むーちゃんおいで、おいでむーちゃん、ちゃ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 、お尻ポンポンね、お尻ポンポン、シャ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 、ほらほら、みんなにお尻向けないの？よし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 、見える？みんな、これがむーちゃんです。かわいいね。これお尻叩くとね、尻尾が上がるんだよ。 This is my cat. She likes me to hit her hips. Always feel happy, right? だけど抱っこは大嫌い。はい、踊るね。ほんとタヌキちゃんだからね。ちなみにムーちゃんって言えば、俺んちの猫全員ムーなんとかだから攻略できる。ね、ムとムはムー、全部夢叶うでムと、夢に愛でムは、で夢が来るでムーか。うん、忘れちゃってた。あ、違う、間違えた。夢に来るじゃない、夢を歌うだ、夢を歌うでムーだ。でこの子がムー、3番目なんか全員無難とかでいけるいけるって感じ。はい、踊りまーす。あ、やべ、取れね、邪魔しないでね、踊るから。日本ジャパン、いや、いや、デルタライケアイデア、いや、こういう系踊んのね、ネットにないから珍しいよ。インダハウス、いや、いや、上を見て振り返れ、繰り返しては下を見て探してた、半透明の結晶は聞こえなくなった、右耳は左腕の静脈に溶けていった、刺した針の数が今に水を差し、焼けが差した前後すれ曖昧な記憶へ、燃やすようはことごとく白く上がる煙へ、しらっきりフライガール、毎日へ毎日へ、スモークするマリファナ、俺が育ててる、俺と仲間たちで育ててる、座る世間出回るのおっさんねえよ、金じゃないえいよ、これからスタム吸い込む極上なビート、日本目の本気だ、熊谷が地元はここにいつで
もそこから飛び出すジグザグの裏巻き願い事のようにリリックを書いてぶっといビーツ道の賭け血を吐く言葉行動一つ全員分からしてやれクラムでも後ろもいいよ大体ちょいと先に光る大体色は集合他に解散しろ一人で見れない希望じっと考えてるリリックはそれは一人でも大勢でも変わらないことは簡単が最近心は察して先歩く身の表情は2、3日後体が空く家まで迎えに行くからよまた会おうフォロースライド災いや偽りへ限らない耳に入るその時へ偽物も聞かないあげるライフアフロギャグ手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモーク災いや偽りへ限らない音に浸かるこの度へ言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹ゴッドブレスの導き殻を破り役回りは吹いていく風髪へ根元から絡まりつき刈り取りした塊へ見つつ鏡へ憎まれては世にはばかり降りしきる雨の中しぶき上げた羽ばたき空を舞う敵へ晴れ降りよくするハーブリー生い茂るハーブにキャラクタースパークリー雲描く剣を走るだけ書きため打ち負けるグリーンクラック青く光る口輪でポリスや邪魔者に何一つ話さず違法タイム不法所持してる肌目離さず音鳴らすこの葉は絵についた言霊耳を刺し目につく口に出し仕事柄てめえで役盛り届きそうな月より消えるワンロールはこの飛びへ燃えて罪滅ぼし神の施し寄せて返す俺のところに火の種熱したライムこそ冷ましたほとぼりこの場に及んで眠れず夜は朝方山盛りケミカルよりより範囲で明日が見えるゴールだ遥か星の彼方じゃ溶かしたグラムはゴールドより高い花束フォロースライド災いや偽りへ限らない耳に入るその時へ偽物は聞かないあげるライフアフロギャグ手を伸ばすいただき吹いた髪の息吹が背中押して手を引き手にスモーク災いや偽りへ限らない音に浸かるこの度へ言い訳は聞かないバックロールアフロギャング煙に巻きいただき吹いた髪の息吹ゴッドブレスの導き昨日は途中で疲弊したバッツプールの灰皿起きてビーツ鳴らせ火つけ巻き出してまいりからかっこいい難しいありがとうございます初めてこういう毛を取ったあっちどうでしたよかったトライチリクス先のワンダイレクションワンス友達ねお、悪夢北に立つや私もウーバーみたいウーバーはね踊るよ。ウーバーはね、いつもインスタ配信だと、まあ、勝手に俺の中で高齢化してるんだけど、最後に踊るって決めてんだね。あ、リクエストあった時に。最近はちょっとリクエストなかったけど、最後は踊ってないけど。しかも強制終了多かったから。うん、今日はウーバーで締めれるといいね。ウーバーワールドね。あっちぇ。北に立つや、オッケー、悪魔ね。他は？はあ、ちょっと今コメント読んでるんで顔近めです。BTS でしょ。肝臓にプリフリライト。知らない。どんな曲だろう。熱い。みんな夜遅くまでありがとうね。結構見てるんだね。あれ今日何曜日今日水曜だ。そうだ。これ定期配信だ。最近はね、新しいカメラを買うかどうかですごい迷っててね、めっちゃ調べてるんですよ。なんか新しいカメラを買うか、最近出たやつがあって、それを買うのか、今持ってる一眼カメラの質を上げるか。あ、レンズだね。レンズを買って、もっといい質を撮れるようにするかっていうね。どっちもね、あれがあって、いいとこっていうの？ちょっと迷ってる、めっちゃ。どうしよう。本当に。カメラは多分10万ぐらい。10万かな。で、レンズまだ調べてないけど、5万から20万の間でね、振り幅広っどうしたらいいと思う？ね、みんな俺に買ってよ。
北谷達也踊るか。熱い。あと20分で配信終わりか。しー、北谷達也のなんだっけ、熱いよ。あったあった、悪魔か。踊った気がするな、お前。髪ぐしゃぐしゃで気になる。汗かくとダメだね、もう。北谷達也。北谷達也ってなった。北谷、あ、違う。北谷達也。北谷達也。チャ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 。悪魔。あった、これか。最近はね、ボカロも聴いてて、響かせとか、聴いてる。響かせ、愛を歌って、歌って、雲の上って、なんだっけ、あの曲。なななな、てれて、だなな、たなな。なんだっけ、忘れちゃった。どうするしたとかね、踊ってます。踊ってるじゃん、聴いてます。北谷達也はね、悪魔の踊り方っていう曲もあるんだね。悪魔って曲と2つあるんだ。しかも最近じゃん。超最近の曲だ。悪魔踊るね。闇を感じる。いい曲でした。ありがとう。
今のいい曲でしたね。好きですよ。踊りつけて、踊りつけてみてほしい。振りってこと？今はきついけど、ちょっと聞いてみるね。不可抗力ってやつ。曲だけ聞いてみるね。不可、これか。どんな曲だろう。あっち。かっこいい。いい曲ですね。いい曲これ。不可抗力でサビのとこ踊りつけてみてください。 OK。 ちょっとやる機会あったりやるかも。これはコータルケンダンスって、ま、麻薬みたい。目が離せない。いい意味ね。ありがとう。うわー、セブントリガーは俺好きだよ。ロッキーいいね。シャルル、シャルルー、めちゃめちゃある。ロキかシャルだからね。あとね、18分だか。あ、でもちょっと喋りたいから、ロキとウーバーで終わりかな。ちょっとだけ休憩させてね。あ、12時超えるね。まあいっか、それは。あー疲れた。タピオカさ、これ1本目じゃん。閉まってて、ほら、もう一本あるんだ。ね、もうね、甘すぎて飲みたくない。これ結構でかいんだよ。俺の手が何センチか分かんないけど、ほら、手のひらぐらいある。うん、で、めっちゃ甘い。2本、さっき1本飲んで、もう飽きちゃったから今、お茶飲んでるけど。いや、タピオカね、硬くなんだよね、これ。まあでも明日飲むかな。今日はもう飲みたくない。糖分取りすぎて爆発しそう。さあ、これ一応ね、あれなんだよ。当初何ヶ月前かな、2、3ヶ月前ぐらいにこの、毎週水曜日やるっていうのを始めてて、その時に俺、しかもちょうど自粛期間で家出てなかったのね。で、その時いつも俺タピオカ飲んでて、で、毎回この配信の時タピオカ飲んでたから、タピロー、なんかタピローの会みたいな感じで毎回タピオカ飲むようになって、それで配信してるんだけど、まあ最近本当に週1しか飲まないよね。もう飽きちゃった。飽きた？週1でちょうどいい。スタバやっぱ好きだから俺は。だからスタバばっかり飲んでて、スタバにタピオカってちょっともういらないなって感じで。そう、置いとくと膨張するよ。マジ？今日猫は？猫はね、寝てるね。ムート、ムーちゃん、おいで。見たい。来るかな。あ、一匹引っかかった。おいで、ね、ムーちゃんです。三女、三女です。お尻ポンポンね。嬉しいの、呼ばれて。よしよし、ムート、おいで。ムト、ちょっとムト起こしてくるわ。で、でかくね？ムト。ムトでかくなったんだよ。でね、ムアちゃんはあれなんですよ、実は。避妊手術して。今あれ、なんだっけ、舐めないようにこう、頭につけるカバーみたいなのじゃん。あれやってるライオンみたいになってて、ちょっとゲージの中入れてるんだけどね。喧嘩しないようにみんなと。うん、ちょっとね、かわいそうだけど。ね。
今君たち2人が外に。でかいでしょ。こいつでかくなるんだよ将来。ごめんね。じゃあいじめちゃった。そう、エリザベスから3匹だよ。かわいそう。まあ、最初の2日間とかぐったりしててめっちゃ辛かった。大丈夫かなみたいな。でも今はね元気出してね、あのゲージから出すと普通に歩いたりご飯食べたりしてるし、まあ元気は出してきたから、あとちょっとしたらね抜歯して戻るって感じ。うんうん。じゃあロッキー踊ろうかな。ロッキーは俺が好きなバージョンでいい？なんかいろんな人歌ってるからさ、俺マフマフって人が好きなんだけど、マフマフバージョンでいいですか？いいですね。はい、じゃあそれうちやめまーす。やめまーす。なんだそう、ムト君もうすぐ1歳。今月の30日、8月30日、みんな覚えて、830ね、830、あのバースデーパーティーをするんで、ムトの。まあ何もしないんだけど。そう、ラガマフィンです。ダンスにいつまでまっすぐで、マジでかっこいい。ありがとう。マフマフでいい？マフマフバージョンでいいですか？やばい、時間なくなってきた。もうやっちゃおうわ。ちょっと猫ズいるから蹴っちゃいそうだな。気をつけないと。むーちゃん蹴っちゃうから、そんなとこ行っちゃダメだよ。むーちゃん、むーちゃん、よし、じゃあやりまーす。ロッキーでマフマフ。ロッキーフルで踊りたいな。やろっかな、時間あるね。やるわ。Yeah.
これは疲れたよ今のは。ちょっといろいろチャレンジしてみた、踊ってる中で。はあ、うわあ疲れた。はあ、つ、小鳥でナンバーワン。Thank you, thank you for always mention me with my video. いい曲だったね。最後じゃあウーバーワールドのセブンストリーが踊るか。セブンストリーガーっていう曲があって、めっちゃかっこいいからみんなに聴いてほしいけど、めちゃくちゃ速いめっちゃ速い。もう口回ってないけど今俺いや、いい曲だったねロッキー。無理な体勢をいろいろやってみた無理な体勢をいろいろやってみた。あ、ありがとうございます。お久しぶりです。サングラス今でも使ってます頑張りすぎないように。はい、ちょっと休憩するね。疲れる動きってどんなの？段差で疲れる動き、そうだね、なんだろうね。でもなんか普通にもうみんなが見る大きな動きあるじゃん、動きが思いっきり踊るみたいな、ああいう動きが普通に疲れる。うん、簡単に言ったらエグザイルとかが踊るような動きがめっちゃ疲れるかもね。ライブとかでさ、めっちゃ全力で踊るじゃん、全身使って、ああいうのがめっちゃ疲れると思う。うん、で全然悪口じゃないし、エグザイルもきっとなんていうの、普通に踊れば上手いんだけど、ああいうライブで踊る踊りってそんなに難しくなくて、もうとりあえずパワフルに全力で踊るっていうのが、まあなんていうの、遠くから見るじゃんみんなってステージとか、だからああいうのが必要なんだけどね、踊りで、そういう踊りなんだけど、あれは別に難しくないけどめっちゃ疲れるって感じなんで、多分そのこういう部屋とかで踊るやつだと、きっと上手いから全然そっちもできると思うんだけど、うん、まあとりあえず大きく踊るのがめっちゃ疲れるつまり言いたいのははい、じゃあ最後ウーバー踊って終わりにするか。お茶だけ飲もう。セブンストリーが踊るかな。まさかこれを踊る日が来るとは思わなかった。さてこれは著作権で罰にならないか。もう流しとこう、水飲みながらスタート。
切れちゃった？もしかして。あっつ、切れちゃったかな。切れてました動画。どう、ね、みんな見れてたのかな。あ、いや、ちょっとアーカイブに残すんで YouTube で見てください、もし切れてたら。じゃあ今日も見てくれてありがとう。あと17秒だ。またね、毎週やってるんでこれからも見てください。あのインスタグラムいっぱい更新するんで、みんな今日もありがとうございました。バイバーイ。